我の言いつけ通り、しっかりと修練を積んでいるようだな。ええ、当然です。バッチリと積んでいますよ。うむ、結構である。この分ならお主が仙人になれる日も遠くないかもしれんな。はい。ねえ、どうしてあんたがここにいるのよ。あ、レイムさん、お久しぶりです。はい、お久しぶり。で、ご用件は？ですね、レイムさんと少しお話がしたいなと思いまして。今回の異変を解決したのってレイムさんなんですよね。ええ、そうよ。私はあんたと違って優秀だからね。さつなく華麗に異変を解決してやったわ。レイムさん、もしかして自分一人で異変を解決したと思っているのですか？何が言いたいのよ。レイムさんはご存知ないかもしれませんが、実は私も異変の解決に一役買っているのですよ。え？まあ、美味しいところは全部レイムさんに持っていかれてしまいましたけどね。それってどういう話は、今回の異変が起きる少し前まで遡ります。それにしても嫌な天気ですね。明けても暮れても雨、雨、雨。このままでは生乾きの洗濯物で菌床栽培をする羽目になってしまいますよ。まあまあいいじゃないか。こんなに雨が降るのは1年の間でこの時期だけなんだしさ。うむ、この雨は幻想郷に恵みをもたらす大切なものなのだ。そうそう、梅雨に雨粒を受け夏に日を浴びることで作物が実る。秋になればきっとうまいものがいっぱい献上されて。もう洗濯をしている私の身にもなってくださいよ。確かにそうだね。ごめんごめん。ニトリさんにお願いして衣類乾燥機でも作ってもらおうかな。さてと、そろそろ時間だな。二人とも留守は任せたぞ。はい、お気をつけて。ちゃんと物理的にお土産を買ってこいよ。土産話なんて食えやしないものはいらないからな。うるさいな、わかってるって。それじゃ行ってくるよ。大丈夫かな。羽目を外しすぎなきゃいいけど。心配なら諏訪子様も一緒に行けばよかったのでは。ごめんだよ、なんで私があんな。雷でしたね。おへそを出していたら確実に持っていかれるレベルでしたよ。諏訪子様、腰が抜けた。神様なのに雷が怖いだなんてちょっと可愛いですね。うっさいな。私は雨は好きだけど雷は大嫌いなんだよ。あ、晴れてきましたね。おへそがなくなる前に晴れてよかったよかった。それにしても不自然なくらい瞬間的に晴れたな。
ただ雨が止んだというわけではなさそうですね。ああ、雨が止む直前、天を貫く光の柱を見た気がする。ええ、私も見ました。あれは魔法の森の方角でしたね。もしかしたら何かしらの異変が起きているのかもしれないな。よし、さなえ。はい。いきなりで悪いんだけど、何か異変が起きていないか調査してもらいたい。今からですか？そりゃそうだよ。異変の可能性がある以上、このまま手をこまねいているのは得策じゃない。少しでも早く対応しないと。じゃあ諏訪子様も一緒に来てくださいよ。なんで私が？だって暇でしょ。最近は家でずーっとダラダラしていたじゃありませんか。ダラダラなんかしてないよ。神様は忙しいんだぞ。見えないところでいっぱい働いてるんだ。そうなんですか。そういうことなら無理強いはできないですね。調査が終わったら人里の甘味どころでスイーツでも食べようと思っていたのですが、今回はやめておきも。なんでそれを先に言わないんだよ。それなら話は別だ。この森や諏訪湖、人肌脱ごうじゃないか。現金の神様ですね。よし、千は急げだ。さっさと行ってさっさと終わらせるぞ。はい。神様の力、見せてやるよ。これは神遊びの一環である。神様の力、見せてやるよ。ひどい、風はぐり。神様の力、見せてやるよ。ひどい、風はぐり。Thank you.
遊びの一端である。当てるぞ。
気の力をお見せしましょう。星3つです。
力をお見せしましょう。丹沢部屋へ。その品は毎度あり。その品は難易度あり。うん、星3つです。その品は難易度あり。その品は難易度あり。また来てくれよ。
ようこそタンザブヤへ。その品はナイドアリー。また来てくれよ。神様の力見せてやるよ。スワコ様、なんだいサナエ。ここへ来る途中に襲いかかってきた人たちって一体何だったんでしょうか。さあね、知り合いの顔もあったから話しかけては見たものの、全然会話にならなかったしな。その私の見間違いじゃなければですけど、同じ顔をした人が何人もいましたよね。まるでコピーされたみたいに。まあ何かしらの異変が起きているということだけは間違いないだろうね。見たところこの辺りはまだ異変の影響を受けていないみたいだけど、影響を受けるのも時間の問題かもしれない。あまりのんびりはしていられないみたいですね。とはいえ闇雲に動いたところで意味はありません。まずは里の人たちに話を聞いてみましょう。お前たちそんなところで何をしているんだ。あ、ケイネさん、ちょうどいいところに。ちょっと聞きたいことがあるんだけどさ、この辺りで何か変わったことはなかった？またその質問か。巷じゃその質問をするのが流行っているのか。え、私たち以外にも同じ質問をした人がいるんですか。ああ、ついさっきな。妖怪の山に住む仙人がここへ来て同じ質問をしていったよ。ああ、いたな、そんなやつ。茨ボタン茨城河川様ですよ。ほら、霊夢さんのところに入り浸っている。ああ、はいはい、そんな名前だったね。それでさっきの質問の答えだが、人里は平和そのものだ。何も変わったことなんてないぞ。まあ人里以外のところでなら変わったことがあったみたいだがな。人里以外のところ、ほら、いつの間にか立っていた例の塔のことだよ。例の塔ですか。なんだ、知らないのか。ここからでもうっすら見えると思うが、魔法の森の外れ、ちょうど降臨堂があった場所に怪しげな塔が立っているんだよ。あ、本当だ。へー、降臨堂。つまりは降臨塔ですね。はは、降臨塔か。塔を塔にしただけなのにすごくしっくりくるな。じゃないだろう。そんなふざけた名前をつけたらあの塔の持ち主がかわいそうじゃないか。あ、はい、すみません。しか
かし思った以上に情報が少ないな。これからどうしようか。あの、諏訪子様、おそらくですけど河川様も異変の調査を行っているのですよね。ああ、多分ね。なら、河川様にお会いしてお話を伺ってみるというのはどうでしょうか。なるほど、そいつはいい考えだ。あの、ケーネさん、河川様は今どちらに？まだこの里のどこかにいると思うぞ。甘味どころや蕎麦屋などに長居して、そこを訪れる人々と交流を深めるのが日課のようだからな。交流を深めるね。わかりました、その辺を探してみます。あ、頑張れよ。こんなところで奇遇ですね。まあこちらとしては意外でもなんでもないんだけどな。それはどういう意味ですか？はい、実は。というわけなんです。そうですか、あなた方も異変の調査に。はい、異変とお祭りは乗り遅れたら終わりですからね。その志の高さ、霊夢にも見習ってほしいものです。高いのかな、全然高くない気がするんだけど。そういえば霊夢さんは一緒じゃないんですか？霊夢なら家で休んでいます。なんでも明日から本気を出すそうですよ。あ、明日からですか。それっていつまで経っても本気を出さないパターンじゃ。大丈夫です、明日になったら無理にでも働いてもらいますから。霊夢さんかわいそう。世間話はそのくらいにして、そろそろ本題に入らないか。あ、そうでした。河川様は今回の異変についてどの程度掴んでいるのですか？それについてはあなた方と似たようなものですね。つまりほとんど分かっていないということですか？ええ、残念ながら。河川様なら何かご存知かと思ったのですが、当てが外れましたね。まあいいじゃないか、当てならまだあるだろう。え、そんなのありましたっけ？忘れたのか。降臨塔だよ。あの塔が今回の異変に関係していることは明白なんだ。調べれば何らかの情報が手に入るはずさ。なるほど、言われてみればその通りですね。そうですね、私も同意見です。では早速降臨塔へ。ちょっと待った。え、今何時だ？18時45分です。しまった、あと15分しかない。何の話ですか？何の話って、甘味どころの営業時間の話に決まっているじゃないか。はい、はい、じゃないだろう。何のために人里まで来たと思ってるんだ。それはもちろん甘味どころでスイーツを食べるためだろう。異変の調査をするためじゃないんですか？異変の調査なんていつだってできる。だが甘味どころのスイーツはあと15分で食べられなくなるんだぞ。優先するべきはどちらか考えるまでもないだろう。
ても異変の調査だと思うんですけど。あーもうわからんやつだな。そんなに調査がしたいなら一人ですればいいだろ。ちょ、勝手なことを言わないでくださいよ。私に調査を命じたのは諏訪子様じゃないですか。ここは断固異変の調査を優先してもらいますからね。なんと言われようと私はスイーツを食べに行くぞ。ダダをこねるのもいい加減にしてください。これじゃ明日から本気を出すとか言ってるグズな人たちと変わらないじゃないですか。なんだと。まあまあお待ちなさい。確かにサナエさんの意見は正しいと思います。優先すべきは間違いなく異変の調査でしょう。ですよね。ぐぬぬ。ですがあなた方がこんな状態では異変の調査を続けることは困難です。相手の考えを否定しているだけでは前に進むことはできません。はい。まずはお互いの考えを理解する努力をしましょう。その上で今後の方針を決めるべきではないでしょうか。はい。というわけでここは甘味どころでの話し合いを強く提案したいと思います。はい。うん、実に素晴らしい提案じゃないか。生徒はことを子孫じるということわざもあります。こういう時こそ焦らず落ち着いて行動するべきだと思いますよ。いまいち納得がいきませんが、今日のところは家政様の提案に従うことにします。よっしゃ、決まりだね。それじゃあ行きましょうか。あそこのおはぎは美味しいのよね。レイムにもお土産に買って行ってあげなきゃ。元気がないみたいだけど。ちょっと昨日のことで自己嫌悪に陥っていまして。昨日のこと？昨日は本来なら異変の調査をしなくてはいけなかったんですよ。にもかかわらず私は流されるままに甘味どころへ行きスイーツを満喫してしまいました。しかもそのまま居酒屋に移動して夜遅くまで騒いでしまうなんて。守谷神社の風羽振りとしてこんなことでいいのかな。なんだそんなことか。そんなことって。お前は私のわがままに付き合ってくれただけだ。気にする必要はないよ。でも今日こそは本気で異変の調査をするんだろ。なら落ち込んでいる暇なんてないんじゃないのか。そうですね。今回は私も協力するからさ、元気出していこうよ。はい。昨日の失敗を取り戻せるよう頑張ります。かな子にバレるとあいつまで首を突っ込んできそうだからな。そうなる前にさっさと終わらせるぞ。そっか、かな子様は温泉旅行の真っ最中でしたね。確か妖怪の山の神々と行く地底の温泉ツアーでしたっけ。諏訪子様はどうして参加しなかったのですか。天狗やカッパと団体行動するなんてまっぴらごめんだっての。好き好んでこんな企画に参加するやつの気が知れないよ。そういえばかな子様も。気は乗らないが積立金がもったいないからな。参加せざるを得ないってぼやいてましたっけ。いやあいつ口
口ではそう言っていたけど、内心はウキウキだったぞ。え、そうなんですか。かなこ様にも意外と可愛いところがあるんですね。私と違ってガキなんだよな。そうですね。羽を外しすぎてお土産買ってくるの忘れなきゃいいけど。きっと大丈夫ですよ。かなこ様のお土産に期待しつつ、私たちは異変の調査を頑張りましょう。